ここは菊川市にある内田のイチョウ並木です。どうですか？すごいですよね。めっちゃ綺麗ですよね。毎年11月頃、およそ150本のイチョウの木が真っ黄色に染まる頃、ここにはたくさんの人が訪れるようになりました。黄色の落ち葉がどんどん落ちていくと、辺り一面は美しい黄色の絨毯へと様変わりしていきます。ここは駐車場がありません。なので皆さんこうして路駐をしています。でも気をつけてくださいね。